こんにちは、ザッキーです。さあ今日はね、新しくお迎えしたカメレオンちゃんたちを紹介しようと思います。最近ね、結構お迎えが多いかなと思うんですけど、この子たちはね、もう1週間以上前からもう家にいて、最近慣れてきたんでね、そろそろ紹介しようかなと思います。ちなみに今ね、映ってるの2匹いるんだけど、まあ、2匹お迎えしてね、2匹映ってるんだけど、どこにいるかわかるかなわかるか。あの左の方に赤い子と、真ん中に1匹、肌色みたいな子が1匹いますね。で、色が薄い方、真ん中の子がメスで、あの赤い方がね、オスっていう感じで分かれてます。ちなみにこのカメレオンちゃんは、パンサーカメレオンっていうね、あのカメキチ君とはまた別の種類のカメレオンになります。はい、ちょっとね、近くで見てみましょうか。はい、まずはね、こちらの色の薄いメスの子の紹介をしていきます。この子ね、めっちゃ可愛くて、すごい活発で、この辺ね、あのカメキチ君みたいに、家作ってるんだけど、これ辺すごいね、動き回ったりしてめちゃめちゃ可愛くて、でね、結構ね、大きさとか分かるか分かんないんだけど、手と比べれば分かると思うんだけど、ほら、なんかめっちゃちっちゃくない？これほんと指のこんぐらいしかない、ほらだからね、めっちゃちっちゃくて、名前はチビキチになりました名前チビキチね。でめっちゃ可愛いでしょ。さすがにね、あのカメキチ君みたいに手とかはね、まだ乗ってきてくれなくて、さすがにまだ1週間ぐらいしか経ってないんでね、そこまで慣れてはいないんだけど、もう結構ね、慣れてきて、でこの子はね、結構こうやってここに水やってみると反応するか見ててね、ほら反応したでしょ。こんな感じでね、反応して結構ね、水も飲むんで、ちょっと見ててね、ほらほら、すごいでしょ、この子ちゃんとね、こうやって飲むの。あら、かわいいね。カメレオンちゃんはね、こういう葉っぱとかについた水をこうやって飲みます。かわいいでしょ、チビキチカメキチはね、人工飼料を食べてるから、まあ、そんなに水分取ったりは、まあ、たまにするけどね、しないんだけど、この子はね、まだ人工飼料食べてないんで、こうやって飲んでます。で、この子はね、多分体ちっちゃいのもあるかもしれないけど、結構ね、水飲むね、すごい。後で紹介するもう一匹の子とか、カメキチくんよりね、すごい水飲む気がする。こんな感じです。かわいいでしょ。かわいい。ちゃんとね、こうやってそういう感じで飲めるように葉っぱとかを巻いてね、いい感じにしました。はい、この子がちびきちくんです。ちびきちゃんか。女の子だからね。かわいいね、ちびきち。色はね、本当に薄めでね、地味なんだけど、すごいかわいい。行動がね、かわいくてちっちゃいし。はい、じゃあ次行きますか。はい、次はね、こっちのオスの子。めっちゃ綺麗じゃない？めちゃめちゃ赤いっしょ。最初お迎えした時はね、結構黒くて、カメレオンってね、やっぱストレスとかかかると体が黒っぽくなっちゃうんで黒かったんだけどね、最近やっとこんな感じで本来の色を取り戻してくれてね、めっちゃいい感じ。めっちゃ綺麗じゃない？赤かわいい。この子はね、結構ビビリで、あんな人懐っこい感じじゃないかな。ちびきちもちょっとね、お迎えしたばっかだからまだビビリなんだけど、ほら、めっちゃ綺麗でしょこの子もね、最近ちゃんと餌をピンセットが食べてくれるようになったんで、いい感じ。こんな感じです。この子の名前はちなみに赤いから赤吉です。赤吉です、よろしくお願いします。はい、2匹ね、比べてみるとこんな感じで、ほんと全然色違うでしょ。ほんとね、ピンクっぽい感じと赤っぽい感じでね、ちょっと青も入ってるのがパンサーカメレオンのね、特徴なんだけど、こんな感じで綺麗だね。またエボシカメレオン、あのカメキチ君とはね、また全然違っていい感じ。あ、また水飲もうとしてる。ほんとね、よくこの子水飲むんだよね。お、すごいな、体勢がすごい。だからもうほんとついたね、水を全部舐め尽くすような感じで、どんどん飲んでる。かわいい。今日はね、まだ餌あげてないんで、餌もね、あげていこうかなと思います。あの、虫出すんでね、虫苦手な人はちょっと見ない方がいいかもしれません。というわけでいきます。はい、で、ご飯あげてくんだけど、ご飯は今のところコオロギあげてますね。で、コオロギをね、人工飼料にね、どんどんしていきたいんだけど、あの、カメキチ君みたいにね、やっぱね、ピンセットから先にあげられるようにしないと、お、ちょっと気づいてるかもしれない。ピンセットであげられるようにして、そのピンセットから人工飼料あげるって感じにしたいのね、どんどん。まあ、カメキチ君もそんな感じしてたんで、とりあえずね、今ピンセットからあげる練習をしてます。チビキチはね、まだピンセットからね、あんま食べてくれないんだよね。一応ここに、餌入れてて、そっからは食べるんだけど、こうやってピンセットからね、あんま食べてくれないんだよね。お店では食べてたらしいんだけど、ね、なんかあんま食べないんだよね。まだね、多分慣れてないっていうのもあるかもしれない。食べないかな。食欲はすごいんだよね、この子。
でもね、多分気づいてはいるんだけど警戒してるからあんまり食べないんだよね。で、そんなこと言ったらね、赤吉が来たね。赤吉は食べる。赤吉はピンセットが食べる。ちょっと見ててね。赤吉、いやすごいな、赤っ。めっちゃ赤くない？ほんと美しいな。ほら。ほら、おお、食べるね。でも赤吉はね、いけると思うんだよね、人工。そろそろ。まあ、人工に移行するのは、そのコオロギと一緒に人工飼料を持って、人工飼料の味を覚えさせて、まあそこが人工飼料だけに移行するって感じにしたいんだけど、まあそれがまだできてないんだよね。ちょ、2匹目ね、食べそうな素振りしてたら、ちょ、人工と一緒にあげてみようかなと思います。なんかコオロギ君がね、自分から人工持ってくれたんで、このまま食べてくれたらラッキーだね。あ、でも食べそうではある。うわ、最悪、人工だけ飛ばされた。マジかマジか、今いけそうだったのに。ちょっとね、ほんと味を覚えさせたいんで人工あげたいんだけどね。うわ、マジか、人工だけ吹っ飛ばされると思わなかったお、気づいたかな。多分ね、今ちょっとここに入れたんだよね、コオロギ。お、気づいたっぽいね。ちょっとこの葉っぱ邪魔かな。この葉っぱどかして、ほら、あー、やばい。あ、今食べた。あー、ごめん、ちょっと見せられなかったけど、こんな感じでね、そう、すごいでしょ、食欲。見つけたらもうね、すぐ来る。赤吉もまだ食べそうだね。かわいいね、ちび吉。こんなちっちゃい、ほら、大きさわかる？この違い全然違うでしょ。はい、こんな感じでね、ちょっと葉っぱ失礼しますごめんね。全然違うでしょ。一応ね、オスメスだからね、まあ、繁殖とかもそのうちしてほしいんだけど、まだまだね、ちっちゃいんでね、あと半年はね、無理かな。かわいい。待ってるね、赤吉も。早くよこせって感じでちょっとね、もう一回チャレンジしてみますね。はい、ちょっとなんかいけそうなんでね、人工飼料だけ見せてやってみようかな。なんかね、いける気がするんだよね。あ、ちょっと食べた。どう？お、来た。え、めっちゃ嬉しい。お、来た。めっちゃ嬉しいんだけど。ちょ、待って。今年でね、今一番嬉しいかもしれない。やばい、来た。なんかね、あの、前までね、一応挑戦してたんだよね、これ、お迎えしてから。やばい、ちょっとね、喜びすぎて、言葉が出ない。あ、出てきた。かわいいね。ちびきちゃんね、まだかな。うわ、赤吉食べた。これでかいわめっちゃ嬉しいんだけど、ちょっとね、あの、人工飼料の餌付けの仕方もね、動画出そうかなと思いますね、また別で。まあ、来た。いや、人工飼料はね、本当にね、やばい、ちょっとね嬉しすぎてすごい早口になっちゃうかもしれない。人工飼料ね、食べてくれるのはね、めちゃめちゃでかくて、そ、水分補給もできるし、その栄養ね、あの、ビタミンとかね、結構入ってて、あの、いちいちね、ダスティング、あの、粉まぶしたりする必要なくて、コオロギにね。で、コオロギも別に維持しなくていいと。わ、やった、嬉しい、めっちゃ嬉しい。一応ね、上吉くんもね、もう半年以上ね、人工で過ごしてるんで、まあ、健康上の問題はね、ほぼほぼないかなってことで、超嬉しいんだけど、ちょっともう一個あげてもいい？はい、今回3回目です。もう完全にね、餌だって認識してるかな。あれ？どうしたどうした？どうしたの？あれ、どうした？なんか変なことしちゃったかな？食べる？はい、1個。うわ、めっちゃ嬉しい。食べてる。ほら。人工食べてるよ。もうね、一回口に入れちゃえばね、もう勝ちみたいなもんなんで。うわ、いいね。しかもね、あの、今日からね、ほんとこんな感じで明るくなったんで、やっぱそういうのもあるかもしれないね。だいぶ慣れてきたっていうのもあるかも。この子たちはもともとね、冷凍のコオロギ食べてたっぽいんで、動かないものでもね、あの、気にしないで食べる子たちだったと思うんでね。まあ、やっぱあとチビキチかな。ね、チビキチ。なんか膨れちゃって、温まってるのかな。めっちゃ綺麗。うわ、かわいいな、お前。もう一個ね、ちょっと作ったんで、もう一個あげて今日は終わりにしようかな。はい、ラスト一個でーす。ラスト一個食べる？はい、一個。かわいい。めっちゃかわいいんだけど。どう？人工飼料なんてね、多分あげてる人ね、日本でもう俺ぐらいしかいないと思うんでね、なんか批判とか来るかもしれないけど、いや、俺的にはね、めっちゃ良くて、亀吉くんもね、ほんと元気に過ごしてるんで、じゃこれからもね、まあ、虫も混ぜながらだけど、あげていこうかなと思います。やっぱ次はね、チビキチかな。ね、チビキチ。まずはね、ピンセットから食べる修行からね、始めないといけないんだよ、あの子は。はい、赤吉はちゃんと食べました。今日はね、食べた記念です。かわいいね、赤吉ちゃん。はい、こんな感じでね、赤吉とチビキチをお迎えしたっていう今日はね、動画でした。で、あの、飼育環境なんだけど、あっち見てもらえば分かると思うんだけど、上吉の飼育環境もね、結構変えたんだよね。だから、それとついでにね、紹介しようかなと思います。また次回か、その
また後でね紹介していこうと思います。こんな感じでね今日は2匹をお迎えしたっていう動画でした。最後まで見てくださってありがとうございます。バイバイ。